ペデストリアンデッキ。ペデストリアンデッキは、広場と横断歩道橋の両機能を併せ持ち、建物と接続して建設された歩行者の通行専用の高架建築物。略称は、ペデデッキ。道路の付属物である横断歩道橋とは区別される。車道と歩道を分離して設置された高架による歩行者専用の歩道のことで、比較的大きな規模の鉄道駅の駅前に設置されていることが多い。デッキ、デックは、もともと船の甲板を指す言葉であるが、屋外にあって、ある程度の広さを持ちつつも、地面ではない平面も同様にデッキという。すなわち、建物と一体的に建設された歩行者、ペデストリアンの通行を目的とする人工地盤をペデストリアンデッキという。人工地盤のみでは、面積が広いベランダ、ひさしありやバルコニー、ひさしなしと同じ構造となってしまうが、これに道路等をまたぐ橋、地上の歩道との間に昇降装置、階段、スロープエスカレーターエレベータ等を設けることで、広場及び歩道橋の両機能を併せ持つことになる。このような建築物は、鉄道駅周辺や超高層ビル周辺のような交通副装置、あるいは野球場やスタジアム、学生数が多い大学の構内など多くの歩行者が、ある時間に集中する施設周辺において、複層化により利用できる周辺面積を広げ、さらに歩行者と車両、自家用車、バスタクシーバイク、自転車、路面電車等との間の動線分離、歩車分離により、交通安全を実現する目的でだけされる。ペデストリアンデッキの意訳として、人工地盤部より橋部に着目した歩行者回廊や、空中歩廊との呼称が用いられる場合がある。ただし、逆は必ずしも正しいとは言えず、歩行者回廊が地上の歩行者専用回廊を指したり、空中回廊がボーディングブリッジを指したりする例が見られ、ペデストリアンデッキとこれらの名称は同義語とまでは言えない。駅前広場において駅舎に接続して建設された場合は、駅前デッキとも呼ばれる。地上駅舎や高架駅舎の2階の高さに横付けするように一層のペデストリアンデッキを接続して設置するのが一般的が市川駅、南口駅前デッキ、2010年竣工のように2階と3階に2層のペデストリアンデッキを設置する例も見られる。また、道路の付属物として建設される新交通システム、モノレール他で、線路とホームを道路上空3階とし、その下の道路上空2階に設けられた改札や出入り口と連続して駅前デッキを設置する例もしばしば見られる。駅前デッキは日本で特に発達しているが、日本以外ではあまり見られない。理由は様々あるが、デッキ下が暗渠のようになってしまい、防犯上問題があるとのことで、イギリスでは一部廃止されたも見られる。日本初のペデストリアンデッキ、駅前デッキは、柏駅に1973年、昭和48年に竣工した。これ以降、全国で設置されるようになった。柴良太郎が、街道を欲で絶賛し、大規模なことで知られる、仙台駅の西口駅前デッキは、西口駅前広場の総面積を 30% 以上増加させるのに、寄与するのと同時に、開口部を広く取っているため、デッキ下の地上が暗くならなくなっている。駅前広場のみならず、周辺の多くの商業施設や高層ビル等まで、次々つないで、地区全体にまで広がった、ペデストリアンデッキ網が形成されている例として、上述の仙台駅周辺のほか、埼玉新都心、幕張新都心、潮西と、立川駅周辺、横浜駅周辺及び横浜港未来21、高崎駅周辺、大阪ビジネスパーク、某の、相模大野などがある。また、駅から離れて立地するバスターミナルを中心に、周辺商業施設や駐車場ビル等をつないで、ペデストリアンデッキ網を形成している例として、筑波センター、設置20年後に、鉄道駅開通、やモズ指定、などがある。1950年、昭和25年5月24日施行の建築基準法の第44条第1項で、建築物または敷地を造成するための擁壁は、道路内にまたは道路に突き出して建築し、または築造してはならない。とあり、そもそも道路上空に通路を設置することはできないことになっているが、同項第4号により、特定行政庁の認可があれば設置することが可能になる。1957年、昭和32年7月15日の道路の上空に設ける通路の取り扱い等について、都の通達以下、1957通達と表記により、道路上空を横断する通路の設置基準が規定された。日本初の横断歩道橋は1959年、昭和34年6月27日に開通したが、1957通達の適用外であり、他の法令もペデストリアンデッキや公共用歩道とは違って適用外になる。公共用歩道は道路上空で建物同士をつなぐ渡り廊下のようなもので、近年はビル同士をつなぐ場合にスカイウォークなどとも呼ばれる。1957通達の基準に適合する場合に設置が許可され、道路管理者に道路使用料を支払って設置する。ペデストリアンデッキの所有者は設置される広場や道路の所有者であるのが一般的だが、広場や道路の管理者、接続される建物の管理者らが応分の負担をして設置される。ペデストリアンデッキは道路法の適用を受けるため、占有して商売を営むには制限があり、同様に歩車分離を実現できる地下街のように利益を生み出すことは難しいが、ペデストリアンデッキの方が地下街に比べて初期投資が小さくて済む利点がある。津波からの避難を目的に人工地盤と階段等の昇降施設という組み合わせで建設された施設は津波避難タワー、津波避難デッキ等と呼ばれる。前者は他の建物と接続しない単独施設の場合の呼称として用いられることが多いが、後者は前者と同様な場合の他に、他の建物と接続する場合の呼称にも用いられる。これらは津波発生時以外の通常土器は閉鎖されている例が多い。2011年、平成23年3月11日発生の東北地方太平洋沖地震、東日本大震災を機に、道路法施行令の一部改正が2013年、平成25年4月1日に施行され、津波避難施設も道路上空を占用することが可能になった。すると、同年9月23日、静岡県榛原郡吉田町において、通常時には歩道橋として利用できる津波避難タワーが全国で初めて完成した。さらに2016年、平成28年4月23日には、建物同士を接続し、道路上空のみならず広場等上空にまで広がる。ペデストリアンデッキ型の津波避難デッキ、全長372メートル、有効幅員 4.8 メートル、高さ5から 6.5 メートルが宮城県塩釜市に完成した。このような歩道橋型、津波避難タワーやペデストリアンデッキ型、津波避難デッキは津波発生時には水圧や津波とともに流されてくる瓦礫から横向きの外力を受け、さらに浸水により、浮力も受けるため、通常のそれらと比べて堅牢に作られる。歩行者と自動車の通行分離は、1963年にイギリスで発行されたブキャナンレポートにすでに見られる。同レポートでは、建物と一体化されたペデストリアンデッキなどを提案している。日本では、1969年、昭和44年に施行された都市再開発法の適用第1号である。柏駅東口市街地再開発事業、千葉県柏市において、1973年、昭和48年に竣工した柏駅東口の歩行者専用場、かさ上げ式広場、通称ダブルデッキが日本初のペデストリアンデッキとされる。同デッキにより、柏駅舎と柏そごう、2016年9月30日閉店などが接続されている。1994年、平成6年6月29日施行のハートビル法、2006年、平成18年12月20日に代わって施行されたバリアフリー新法により、ペデストリアンデッキも段差解消やエレベータ設置などのバリフリー化が進められた。2005年、平成17年4月8日、ペデストリアンデッキ等にも立体道路制度の適用が可能になった。2013年、平成25年4月1日、一部を改正した道路法施行令、昭和27年政令第479号が施行され、新たな専用許可対象物件として津波避難施設も追加された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。